やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、あ、いつも動画配信してます。あ、本当ですか、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いつも楽しいです。嬉しいです。また配信ください。あ、ぜひぜひ。写真とか、あ、いいですよ。あ、いいですか。わざわざ進んでるかなと思ったので。いや、めっちゃ、めっちゃ楽しいですよ。ありがとうございます。おー、どう、おー、なんだよ、おー、しまったよ。え、激存。やば、じゃあ、いいですよ。たまたまですか。いや、たまたまですね。たまたまですね。めっちゃ、なんかやってるんですか、イベント。今会ったばっかです。はい。え、初夜市じゃん。そう、初めて会った。え、映っていい、普通に。あ、ちょっとな。ちょっとな、はい。あ、かわいいな、なんかちっちゃくて。しんまりしてるな。お前、忍者。お前、なんでだよ。銀座だぞ。さっきまでね、すげえ待ってしてたの。やばない。街の雰囲気と。ひょいちゃんはお腹いっぱい。もう甘いものなら入る。あ、じゃあなんかどっか買い入るか。え、もうさっきケーキ食ったのか。あ、ケーキ食ったけど。優しいな、スタミナ甘い。いいよ。普段何食うのケーキ。これ何いや、おめえじゃねえ。黙っとけよ。ケーキじゃないよ。ケーキじゃねえよ、ケーキだよ。俺たち身長ね、みんな高めだよ。ライジングだってあれなんだっけ、181？ そう、そんぐらい。スタミナ、まあ、175ジャスト、シャルルもでかいし、ジャストが45センチだね。ヨーちゃん何も43。ヨーちゃんビジュアルウケんね。なんでかわいいね、なんか靴がでけえからさ。いや、靴はマジでそうなんだよ。可愛い靴履こうとするとさ、でっかくなっちゃうもんね。デザイン的に。キノピオみたい。なんか。チョミ。いや、でもさ、ちょっと待って、俺思いついちゃったんだけどさ、せっかくだからさ、銀座配信者集まったじゃん。男気じゃんけんしない。何それ、男気じゃんけん。なんでディオール。いやさ、そこまではないけど、ちょっと回ってみてよさそうになったら。アミさん、よかったね、今日時計買えんで。よかったね。時計部屋さん入ってな。ディオール、サンローランとかあったから、ロエベとかあったから。でもロエベは女性系か。待ってよ、これプレゼントですね。あ、何、うん、いや、お前、何してんお前。プレゼントにするじゃねえよ、お前。はい、じゃあ、ここはこの中でやろう。これ撮影できないから、5分で、ちょっと選んできてもらって、帰ってきて。写真撮ってね。うん。はい、ようちゃん行ってきていいよ。なんか2ペアでいいんじゃない？22で行こう。いいよ、22でいいよ。じゃあ、2人で行ってきて。いいよ。どんぐらいの値段感のやつを持ってくるかな。ちなみにさ、男気じゃんけん分かってない人、俺含めて2人いたんだけどさ、じゃんけんに、はい、勝った人が買うんだよ、うん、大切なとこがあって、うん、買いたいから勝つんだよね、分かる、よし俺はこれが買えるんだってなるわけ。あ、うん、それは大切。何がいいかな、忍者装束とか売ってないかな、ここ。売ってねえよ、ふざけんな、ダメんな。いや、なんかせっかくだったらさ、高いやつ買いたいなみたいな。いや、もう別に。お前、サンローラの忍者装束とか、お前、多分ね、120万とかしちゃうよ。売ってんのかな。いや、でも、作ったつはありますってねえよ。いや、でもね、センスとか売ってる。グッズとか、センスとか売ってたりするから。身につけるもんがいいよな、そうなの。そう。今ね、世の中ね、あれなんですよ。旅ブーツっていうのがね、あるんです。え、結構欲しいかも、それ。え、何その反応。安くて30ぐらいかなと思うから。うん、それは普段使いするってなると意味がわからないから。意味わかんないの、30普段使いは。なんかてか、きねえな、マジで。今ケンキはさ、うん、もう自分のものとかじゃないんだよ。彼女に何を買うかとか言ってさ、幸せな時間です。いや、この前コスプレした時、一発ぶん殴ってやればよかったな、えなこのこと。ケンキ殴ってもさ、もうなんもなのよ。いつもの口笑いするだけだから。なんか
ペンハンガリーの香水使ってるようだって。えなこが。えなこがコメント来た。今のそれ。それ。それ。えどういうこと？今えなこのことお前それ。違う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 。いやあの香水香水。あ香水の話ね。なんとなく 目星ついた？うん。ついた。あのもう決めた決めた完全に。どんぐらいの値段感なのか教えてくんない？いや言えへん。いやそれはだってけど、けどまあ一応スタービーがね確認したし、だからそれにはちゃんと恥じるような値段にはありました。これでスタさんがちょっとひよったやつだったらダサいよな。ダサいねって話しながら。ほんまにダサいな。じゃあ行ってらっしゃいませ。まあさぞね。買ってくれるんだろうな、2人は。いや、いいやつ買ってくれるでしょう。それはね、船長先に言っておくと別にそんなに攻めてない。あ、そう、攻めてない。全然攻めてない。俺が、4万5000円のジャケットで、ヨンちゃんが6万くらいの6万のリボン。リボンちょっとそれはちょっとおかしいけど、6万のリボンはなんかけど、こういうイベントじゃないと買えへんなっていう感じの。あ、そう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 。だからいやけどスタミン、あれ完全に俺ら10万いったっていう顔してたな。で多分たぬきさんはマジでこういう系のやつ何にも分からないから、どうしたらいいんでこそ言うて20万ぐらいいっちゃう。いかないだろ。たぬきさんの着ているスウェッターどこのブランドですか？んこれがこれあれだ、あのマイケルコースや。多分マイケルコース、マイケルコース、マイケルコース。うん、私はね、どこのだっけ、ものすごいエッドい角度になってもらえるよ。エッドい角度になっちゃった。スタミナはもうこいつもう後ないからいやそんなに大した感じじゃない、こういうただの。よいちゃんで終始のうちに、まあ、こんなんでバンされたらえなこに終わっちゃって。確かに確かに。え、決まりました。どうでした？決まりました。どうでした？え、ちなみに結構攻めた今回は。まあ一発目なんで。え、待ってちょっと先にちょっと、じゃあ俺ら、俺はこのジャケット。ちょっと待って、ジャケット、うん、金額は言わんとこは、うん、マジ、ちゃんと面白くしてくれてやな。ちょっと待って、ちゃんと面白くしてくれてやな。ちゃんと面白くしてくれてやな。もう一回行ってきていい？いや、いいよいいよ。ちょ、もう一回行ってきて。2人で行ってきたってことさ、合わせてきたそれに。いや、まあ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 、ほぼ、ほぼ変わらん。マジ誤差数万円ぐらい。え？あのジャケットなぜか知らんけどあれで4万なったんだな。うん、圧にやられたってこと。そうそう、面白い。俺らは何も嘘ついてないから、一言も嘘ついてないから、だから勝手に彼らが解釈をして。いやさすが詐欺師だな。詐欺師やね。いやいやいや、俺一言も嘘ついてなかったよな。みんなコメント聞くけど、うちのもいいわね、嘘ついてなかったですね、僕ね。一個も嘘ついてなかったよね。そうだね。あ、あ、忍者はぐれた瞬間に携帯の電源が落ちてさ、中に取り残されてんだよ。ゆうちゃんに愛してあげて。知らないらしい。じゃあ、一個出していきますか。じゃあ次、俺のやつを見せたもんね、さっきね。次、私の。じゃあ私これ。ゆうちゃんこれ、このリボン。でっかい。あら。すごいね。なんかすごい。見たことない布のリボン。結構。なるほどね。うん、自分のが、うん、あの間違えてネクダを混ぜて取ったんだけど、あ、デルトね。デルトね。全然見えへんわ。デルトね。近い近い。スタさん、まあ、佐藤2回目こんなに待たしたら、ね、これはもうでこの虹色のサンゴ。あ、おや。かわいつつかるね。これは虹色。お前さん、ほんまに欲しいんか。いや、俺は欲しいよ。欲しい。金額言ってく。金額言ってく。金額言ってく。いや、今にね。まあまあまあ、いいんじゃない。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 え？お前、4万6000円。は？ほお前ボコボコにするか。銀座で何言ってる。4万6000円。銀座でボコボコにするか。やったら本当に詐欺師やな。お前ドンキホーテで水出ただけなんだお前。こいつ私は5万7000円。だから数万円の違いしかない。お前数万円の違いしかない。いくらですかね。俺13万。
誰あんけんな。13万のあれ欲しいよ俺。あれ欲しいな。欲しいんだよな。みんな欲しいやな。勝ちたいよな、だからじゃんけん。そう、絶対に勝ちたい。めちゃくちゃ。俺今欲しいものをやるんですよ。俺もあれ欲しいもんな。4万3000円であんのになるよ。いや、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、うまい。うまいかんで。最初はグー、じゃんけんぽい。男気やから、うん、俺は変える権利があるんだな。よかったな。嬉しいな。嬉しいわ。変える可能性あるってこと？うん、そう。あれ変えんの？変えるかもしれない。やば。変えるかもしれない。やばいね。あれ変えるかもしれないな。そうやな。今日の配信来てな。そうだよ。行きますよ。だけ、次のに。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃよっしゃ嬉しい嬉しいの嬉しい嬉しい嬉しいよかったなめっちゃ嬉しい買って買ってくるちょ俺これちょっと買ってくるわ俺いいよいいよあといいよいいよいいのごめんなさい配信中いや全然全然全然いや悔しいな悔しいよかった負けたでも悔しいねやっぱり買いたかったけどねうん買いたかったよねでもなんか全然やらない似合ってるうん似合ってるねでもよかったね今のシーズンからちょうどいいね来ましたほらよかったじゃないのよかったな帰ってよかったな5万今日ね江戸切り子ね2万ぐらいしてこれ5万してあ、うん、土壌も2万ぐらいしたからうん赤字だな赤字だな1散歩10万かいやなかなかね1散歩10万は一番みたいな企画してね俺のなすごいなおかしいな俺なそうだねゴミ袋着てるみたいって言われてたはい大丈夫シャカシャカだけだろそうかそうか下田さんいないときさ、うん、じゃあコメントなんか質が違くて面白かったよまあこうしてこっち、うん、こっちクズニートしかいねえじゃんふざけんなふざけんな合ってるカラコンどうなんですかみたいな、うんうん、ああそ う, そうこっちヨイちゃんすったらかわいいヨイちゃんさっきまではそれで全然満足してくれてたんだけどあの下見のコメントなのでこっちで満足できなかった感動しちゃった面白いでしょ嬉しかったそうでもケンキのさ配信はさ、はいううん、もう本当に気持ちいいぐらいにさ炭焼きができてるよねあそうね素晴らしいことだよ、ね、素晴らしいことだ俺もその時代があったから、はいはいはい、ロル時代ってさ、うん、俺も共にクズニートでそれを集めてたから俺のリスナー俺そう本当にそんな感じで俺のリスナーが、うん、なんか他のところに行くとマジで迷惑だからみたいな、はい、俺のリスナーが他のところに行くのが嫌がられたんだよねあそうなんだちょっとゲームで見せてると死ねやみたいな DM でお前ゲームやるみたいなさすごかったよな配信もすごかったよ本当にえマジマジ俺の配信すごかったよねそのレベルではないかも気持ち悪いから死んだ方がいいみたいな弱すぎだろお前どんな人マジマジマジだよねお前なんでそれ配信してるマジマジマジ別に持ってないうんそれ配信楽しかったもうそあれ見たよ花フックのやつあーすげえ前のやつうんあれ頑張ってた時期だよ俺が今も頑張ってたけどお前フックで何したバトルフィードやってたんだよねそうへ、若いねそうなんだっけな一レースごとになんかなんだあれ鼻フックを強くしていくみたいな感じかなそう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 最後鼻血出て終わったんだよ今度やろうよみんちゃん二人でやろうよでもさ配信者ってみんなその時期やるんだよ俺さシャカさんのすげえ前の配信見たの、うん、そしたらさシャカさん切れたらさ T シャツ破ってたよマジでうん俺やっぱあんだなと思ってやっぱみんなうわみんなやっぱその頑張ってる時期ってあんだなそう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 、うん、今達観してさ本物、うん、本物の釈迦と同じぐらいの釈迦だけどさもう前はさ薄いシャツをさアマゾンで買ってさこれなら安いなって買ってさ走ってたらうわって破ってた時期があったんだよなんかいいなそういうこと配信そういうことなんだよそうまず頑張んないといけないからそう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 